ウィリー・カミリオ、ガルシア・アルチボルは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。独立リーグフロンティアリーグの取シティ・バレーキャッツ所属。愛称は、エルプチ。2010年にピッツバーグパイレーツと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグパイレーツでプレーし、51試合に出場して打率。250.1本塁だ。 22打点、8盗塁の成績を残した。2011年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・パイレーツと A-9 ステート、カレッジ、スパイクスでプレーし、2球団合計で50試合に出場して打率、266、5本塁打、35打点、7盗塁の成績を残した。2012年は、A 級、ウェストバージニア・パワーでプレーし、 122試合に出場して打率、240、18本塁打、77打点、10盗塁の成績を残した。2013年は A 級ブレーデントン・マローダーズでプレーし、118試合に出場して打率、256、16本塁打、60打点、13盗塁の成績を残した。2014年は A 級アルトゥーナカーブでプレーし、 126試合に出場して打率。271.18本塁打、63打点、8盗塁の成績を残した。オフの11月20日に40人枠入りした。2015年は AAQ アルトゥーナとル a q インディアナポリスインディアンスでプレイし、2球団合計で102試合に出場して打率。382、10本塁打、62打点。 8盗塁の成績を残した。2016年はトリプル A 級インディアナポリスでプレーし129試合に出場して打率245.6本塁が43打点5盗塁の成績を残した。オフの12月31日に戦力外となった。2017年1月6日にウェーバー工事を経てシカゴホワイトソックスへ移籍した。開幕は 参加のトリプル A 級、シャーロットナイツで迎え、4月14日にメジャー初昇格を果たした。同日のミネソタツインズ戦にて、7番、左翼手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは44試合に出場して打率、238、日本類打、12打点の成績を残した。2018年3月9日に自由契約となった。 2019年2月11日に独立リーグアメリカンアソシエーションのウィニペグゴールドアイズと契約した。2021年3月24日にフロンティアリーグのシャンバーグブーマーズにトレード移籍した。6月18日にフロンティアリーグのトリシッティバレーキャッツにトレード移籍した。ありがとうございます。